次のテーマはですね、はい、やめられない、うん、まあそれこそ子どもの頃からやめられない食べ物だったり、まあ、物事だったりね。あの私寝る前の暴飲暴食がやめられないんですよ。え、マジで？ずっとです、ずっとです。あのカップヌードル5個入れてそれは違う、それはあの病んでた時ね。病んでた時ですね本当にそれこそまあ実家帰った時もなんですけど、実家帰るとご飯は絶対出てくるじゃないですか、うん、夜寝る前とかに平気であのパスタとかもう結構何人前かのパスタを夜ほんと寝る前、寝る直前に、うん、あの親に作ってもらって、作ってもらうんかい。はい、もう家だったらもう何でもこう甘えます。親ってお母さん？あのご飯をうちお母さんにお父さんの方が作ること多い。お父さんに作ってもらってんの寝る前に、うん、あの大黒天様だからそう、大黒天パスタ食べてんの大黒天パスタもうマジでいい父さん。食べて寝るとあの気絶するように寝れるからみたいな。いやもうそんなことないんですけど、うん、もう本当に別にお腹空いてなくてもなんか食べたくなっちゃうんですよ寝る前。過食症なんじゃないの。いや過食症とは違う気がするな。でも本当に食べちゃうんですよ夜寝る前。へー、それでその体型なんでしょ。いやだから結構大変ですよ。その分ど昼間運動してみたいな。あジムとかは行ってますけど、はいはいはい、でもあの本当食べちゃうんですよ夜寝る前の食べ物が本当止められなくて。しかも炭水化物だもんね。で一人暮らししてるんで、うんうん、一人の時は、まあ、ご飯作るのめんどくさいんでポテチ一袋を食べてから寝るとか。典型的じゃん。すごい結構本当にあの食べます。大学3年生じゃんそれ。大学3年生大学生みたいなとかあとあの最近モッツァレラチーズがすごい好き。モッツァレラチーズとハムにオリーブオイルと胡椒。ブーちゃんブーちゃんまっしぐらな生活してるね。それを本当にそれは毎日は食べないですけど週に2回は絶対。急にでそれ以外だったらポテチとかじゃがりことかお菓子を食べて友達と電話しながら食べて寝るっていうことが最近の日課です。友達と電話っていうのはやっぱり ビデオ会話みたいな感じ。ビデオもしますし、まあ、通話だけもあるんですけど、うん、スピーカースピーカー でそれが本当に楽しくて一日の中の一番幸せな時間で。ストレスも確かになさそうだけど。そうなんですよ。何をそんなに話をするんですか。もう世間話ですよ全然。もうたわいもない話、もう今日一日何したとか、もう全然そういうことなんですけど。もうお風呂入る前から電話つなげるんですよ。出た。でお風呂入る前から電話つなげて、もっと同じグループだった友達なんですけど、お風呂入る前から電話つなげて、じゃあお風呂入ってくるって言ってお風呂の前に携帯置いといて、シャワーしながら待ってあと何分で上がるとか言いながら、でお風呂上がってそっからドライヤーしてる時もちゃんとドライヤーしてくるっつってドライヤーして、で全部終わったらパッてお菓子開けて食べるねって言って食べながら、ボリボリ食べながら話すると、それがもうなんかすごく幸せな時間で楽しい時間。ドリンクはどうしてんの。あ飲み物はさすがにお茶を飲んでます。お茶、あなんですけど本当に楽しくて、それがもう、もうやめられないですね。もう日課なんで。それの電話に付き合ってる向こうもそういう感じなのかな。あ向こうもそういう感じです。へえ面白いとか、向こうはあの今からもう結構23時とかでもちょっと私ウーバーエイチ頼むわとか。マジでウーバーで油そば頼んだりとか。いやー 元 NGT の子でしょ。あそうですそうです。言っちゃダメなの。全然あの加藤みなみちゃんっていう子がいて。ああ、はいはい、みなみちゃんね。みなですね、はいはい、みなとずっとほぼ毎日電話してます。あそうなんだ。そんな毎日話すことあるんだ。ありますあります。何話してるとか特に内容そんなないんですけど、なんか、うん話さない時間ももちろんあります。無言タイム全然無言もあります。お互いおのおのなんかやったりとか。あとはみなとは夜も今この話なんですけど、朝も起きたら電話かかってくるんですよ。起きたって言って、で家出るまでの準備の時もずっと電話つなげてます。いや不思議な生活。でたまにビデオ電話しながら、でも 髪の毛何がいいかな今日はとか、なんかやり合ったりとか。ちょっと可愛いね。それはなんかいいかもね。とかもう平気で朝起きて家出る前3時間とかずっと電話したりしてます。なんだろうね、なんかそれが日々楽しくて、なんか寄りかかれるお互いの存在なのかね。何でもやっぱいるんですよ。もう気使わなくていいし、なんか友達とはまた違う感覚なんですよメンバーっていうのが。重要だな、なんかそういう存在は。友達って
って友達だけどメンバーってなんか家族寄りなんですよ、ね、友達寄りの家族寄りのみたいな、なるほど、もうずっと毎日一緒にいた子なんで、まあ、でも本当に、ね、気使うことは一切ないんですよ。友達ってちょっと、うん、あ、ごめんねってあるけど、いい意味でその子ってもう全くお互い気使うこともない。全部知ってるもんね。もう全部知ってるんで、ね、もうすっぴんだってメンバーだからこそ一緒にお泊まりとかもするんで、ホテル遠征したら、もうすっぴんも平気で見せれるし、でも友達ってちょっとすっぴん見せるの恥ずかしいとかあるじゃないですか。あ、それ女性同士でもやっぱ友達でもそれあるんですか。いや、ある人はあると思いますよ、もちろん。あんま男はないよね。だってすっぴんだもんね。何を見られたら恥ずかしいか。いや、だから男、あの、うん、これパンツですね。なんかその特殊なのを履いてるわけ。じゃあじゃあじゃあカルバンクライン の, あのボクサータイプ。またいいじゃないですか。お前そういうとこだよ。カルバンクライン履いてる。なんかもうやっぱ今それ聞いたけど、あれもやこんな俺は男だけど、こんな旦那いたら嫌だなと思うよ。カルバンクライン、男は黙ってカルバンクラインって言えてないだろ。言えてないし。なんだろうね、そう、うん、それしか履いてないです。そうなの、黒のカルバンクライン。いや、もう洗濯したくない、嫌だな。洗濯したくない、嫌だな。嫌だな、これは結婚できない ね, ね、面白い二人のコンビ。めっちゃいいコンビ。これは結婚できないですね。私もこのミッキーミニーが気になって仕方ないです。ここね、このもうそれがずっと気になって仕方ないです。今日こういうのいいですよ、服作るんだったら。いや出てくるからね、ポケットから。もうずっと気になってました。原さん、こういうの嫌いだから。これ嫌いなの。でね、昔からやめられないものね、ちょっと僕一個持ってきたんですよ。はいはい、これです、これ。見てくださいよ。よりよって食べ物？これ。おお。じゃん、見えてる？いちごスペシャル。これいちごスペシャル。山崎パン？山崎のいちごスペシャル、はい。うんうん。これがですね、多分ね、僕多分小学校ん幼稚園ぐらいの時からあるんで、もう40年以上ですよ。そんなある？あります。こいつこれが未だに売ってるわけですよ。いちごスペシャルですよ。でそれはそれを食べしょっちゅう食べてる。しょっちゅう食べてる。週3、これ全国で手に入るのかな。はいはい、これ全国。いちごスペシャル、これ美味しいんですよ。でね、全部食べた後にちょっと罪悪感、罪悪感、罪悪感、罪悪ってどういうことかな。だからすごい大金を押し付けられるとかそういう感じなのかなって。罪悪、ファイターさん、はい、罪悪感ある。罪悪感ね、なんかいやいけない、全部あの全部食べちゃう。あら、美味しいものは大体罪があるっていうからね。そういういやいけないってなるんですけど、週3食べちゃう。週 3? 週3食べちゃう。止まんないですよ、朝止まんない。いや俺あんま意識してないせいかあんま見ない。恵比寿では多分売ってないです。あ、そうなの。恵比寿で売ってないってことあるのか。でもあの私埼玉の実家のイオンで売ってました。あ、売ってる。あ、結構割とイオンに行くわけですよ。今行きます、行きます。埼玉のイオンにおぎゅうかが歩いてるわけ、面白いな。それこうやってやってんの。え、じゃあもうこれスカートです、ね、これガラガラって。今レジゴーがあるんで知ってます。ああ、レジゴーでやってる、ピピピってね。で、ハルさん、なんか今日仕込んでるんでしょ。仕込んでるとかね、前回の放送見てない人は前回の荻川さんゲスト回見てほしいんですけど、うん、あれ面白かったです。そこで、そこであのテイラースウィフト理論というのありましたね。展開したんですけど、はい、あの今日はちょっと割と深いテーマでいきたいなと思いまして。